ドラゴンを倒すセイゲオルギオス1430年から1435年、ベルナトマルトレルはスペインバルセロナの画家。カタルーニャにおける国際ゴシック様式を代表する最も重要な画家とされる。祭壇の背わりや写本の挿絵を描いた上、彫刻の制作や刺繍品のためのデザインも行っていた。プボルノ。 セーペールのセサワリ1430年代終わり1427年、以前の生涯はほとんど知られていないが、15世紀中期には、マルトレルは、カタルーニャにおける先駆的な画家の一人になっていた。マルトレルのその様式は、ルイス・ボラッサのようなそれ以前のカタルーニャ語式の画家とは対照的で異なったものである。彼の伝記にその証拠となる記録が記されているわけではないものの、 当時のフランドルの海外に近しい特徴を見ることができる。一方で、ピサネロ、サセッタ、ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノラ・ラ当時のイタリアの画家たちと、マルトレルの間にある様式的な類似点についてはいかなる文献的な証拠も残されていない。カブレラ・デマールの先例者、ヨハネのセサワリは、マルトレルによる作だとされる。もし彼がこのセサワリを実際に描いていたとするならば、 カタルーニャの他の国際ゴシック様式の画家たちとマルトレルとの間にある様式の差異を説明することができる。しかしながらマルトレルがこれを描いたとする文献的な証拠もなく作者については論争がなされている。マルトレルの現存する初期の作品としては彼の守護聖人が描かれたドラゴンを倒すセイゲオルギオスが 制作された1430年代初頭の時点で、すでに卓越した画家によって伸びなされるような、複雑な構成と豊かな色彩、細部の表現を示している。これに見られるような細部表現は、マルトレル以前のカタルーニャゴシック美術には存在していなかった。また、同時期に、マルトレルは、紙片と自動書に向けての挿絵を制作するとと,ともに、 キリストの受難の飾り台を描いていた。聖ビンセントのセサワリーと、シラクサのセールチアのセサワリの2点の祭壇画も同じく1430年代に描かれているようである。1437年には、マルトレルは、プボルの教会のための祭壇画の制作に着手する。この祭壇画は聖ペトロに向けてのもので、現在は、二郎な美術館に収蔵されており、 マルトレルによって記された文書の残る唯一の作品である。その背触りは1440年代の初めに完成した。非常に似通った様式がビナイサの教区教会にある聖ヨハネの背触りやポブラデ・セルボーレスの聖ミカエルの背触りにも見られる。ここに見られる様式はマルトレルの初期の作品よりも細部に対するこだわりがよりはっきり現れている。 1445年から1452年の間に、マルトレルはサンタ・エウラリア大聖堂のキリストの変容のセサーリとサンタ・マリアダル・マル教会聖堂の聖マリアのセサアリを制作している。またマルトレルはカタルーニャ自治統領館のカペラディ・サンジョルディで保存されている詩集家アントニオ・サドルニが1450年から1451年の 間に制作した制御ルギウスの祭壇用の掛け布のデザインを提供したと推定されている。ありがとうございます。